デカ鍋あんじゃねえかよ。綺麗に上がってる。唐揚げと一緒にかける。唐揚げとハイボール最高ですよ。さあ始まりました、ベタチャンネル。ハロー、高木です。赤木くん、今日の企画は唐揚げ2キロバーベキューで開けまくって食おうぜ。田舎、ザ田舎で田舎で食べなかったんだよな、はい、唐揚げで。しかも、もうキッチンだけじゃないの、外で炭火で。俺らの好きなさ、秘密基地さんですよ、それ。ねえ、バレてんだよお前。やらせてもらいます。俺が今すぐハマってるんですよ、秘密基地さん。あとね、俺めちゃくちゃ唐揚げ好きなので、家でも普通に唐揚げ作ってるんですよ。だから今日は多分俺できないから、おんぶに抱っこ系になっちゃうんだけど、お前の出前を見せてほしいところが怪我してる。朝ピーラーで切って血が出ました。朝なんて料理作るもんじゃないよ。いや作るだろ。なんでもう作って、いいね、作ろう作ろう、唐揚げ2キロ。まずはもうだから鶏肉に下味付けましょう。お前この手で下味付けれるのかよ。付けれるよ。下味付けながらちょっとね、サスケにやってもらいたいことも、はい、あ、もう C ですか。はい、一番いい。ニンニクをスライスしてください。うわー、一番臭くなるやつ、一番臭くなるやつ。あと生姜をおろしてください。ニンニクも生姜ももうおろしてあるやつってあんのよ。売ってるからさ。いや違う、やっぱりもう本物生のやっぱやった方がうまいな。うまいのはわかるんだけどさ、どれやるじゃんってやるけども。てかさ、小動物の心臓ぐらいの大きさの生姜見て、これ菊田さんから多分もらったやつなんだけど、こうやっておろせるの。いいね、ありがとうございます。送っていただいて、いつもいつもすいません。見てこれ、肉、うわ、2キロでしょ。2キロ。これは普通にもも、もも2つね。手羽、手羽元って言って、はい、フライドチキンみたいなやつ。あ、本当だ。フライドチキンみたいなのにして食うのと、手羽とももは普通の唐揚げの味付けで、この1個ブラックペッパーと塩麹で味付けすると美味しいって秘密基地さんが言ってました。秘密基地さん大好き。はい、できました。で、それをスライス。私は下味付けます。俺いつもね、コウケンテスさんっていう YouTuber の方の、結構 YouTube 見て飯作るの家で、でその人の唐揚げは本当にシンプル、醤油と酒と塩しか入れないの。今回はそんな感じです。唐揚げして作るの大変なんだな。家で作るのめんどくさかったら、うん、こういうね、あんじゃねえかよ。あんじゃん、それでいいじゃん。一応ね、絶対生のがうまい。ジレンマ、ジレンマ、生のがうまいから。それあるともうやる気なくなる、なくなるわ。なんかやだな、なんかやだな。一応持ってきただけだ。なんかやだな T シャツ販売しますので、よかったら買ってくださいこれ黒手袋がね、これこんなだからさ、え、やんない方がいいよ。グニョグニョやるんでしょ。グニョグニョ、そうそう、これグニョ、もうぐちゃぐちゃ。じゃあこっち入れる必要ないじゃん。確かにね、右手だけでいいか。何言ってんの厳しい、厳しいんですけど、この人チューブ持ってきた時点でもうお前は敵だこの後ニンニクも俺するってこと。ニンニクはね、スライス。ニンニクのチューブも買ってきてねえだろうな。ねえ聞いて、ねえ、もうなんかやだな。ニンニクはスライスだから、スライスは買ってきてないです、うん、醤油入れます。醤油大さじ1って言ってました。日頃ローストビーフ食べるんだけど、よく、うん、ローストビーフにさ、生姜ついてんだよね。生姜よく食べるんだけど、ほんと楽。もともとすられてるやつ。そうよ。ね、で酒も1、生姜でしょ。じゃあこの辺にしとこうか、一回。塩、ちょっとっぽい塩。岩塩、岩塩、岩塩。で、ここに生姜ぶっこみ、それもらっていい？そういうことも。うわー、すごい匂い、見てくださいこれ、生姜。うわ、めっちゃいい匂いする。パワーがありますから、パワーが健康にもいいし、スーパーフードって言われてますから。で、ほら、匂いがいいでしょ、ね、健康にいいでしょ。で、癖いい香り、健康にいい食欲増進。いい香りのこと癖って言ったの。そういうふうに言うの口悪すぎな。どうやって切るの。縦にトントントンって。どう寿司太郎さん。いいっすね。じゃあニンニクチューブ入れますね。おい、あ、え、意味わかんない、意味わかんない、チューブ、何何、チューブ、ニンニク使ってる意味わかんないけど、チューブは入れるって。うわ、ニンニク匂いすごい。で、これでベタな味の唐揚げはもう下味 OK です。これだとは30分待ち で、じゃあ次、これは塩麹とブラックペッパーってやるって言ってて、めっちゃ入れていいって言ってた。塩麹って初めて使うんですけど、真ん中に切れ目入れて目を取る。でほら、これこことかこことかを、あの、そうやって、そうそう、ちょんって言って、そう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 、あ、いいじゃん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 。で、これ塩麹このくらいで、あとはもうブラックペッパー入れまくる、永遠にこんな感じ。うわ、すごい匂い。で、あと塩、塩なんだね。となんか中華、鶏ガラとか中華スープの素とか入れてもいいらしい。下ごしらえは簡単だよね。簡単だ、そう、唐揚げってね、下ごしらえ簡単だからいいんだよ。で、下ごしらえをしすぎて冷蔵庫にぶっ込んでおくパターンって結構あるじゃん。前日とかにぶっ込んで仕込んどいてもいいし、30分ぐらい今から寝かせるけど、すればまあまあ味がつく。もっと寝かしたいの、本当は。寝込ませれば寝込ませるほどさ、味染み込むんだよ。え、寝かせるじゃないの、寝込ますの。寝かすぐらいじゃもうダメだよ、寝込ませないと寝込ます、やっぱり。タンドリーチキンのこの素、こんなね、すっごいうまくなった。うまくなってる。ほら、まずここのね、トンって最初切っちゃう。残りを、うまくなってる。だぞ、もうそれスライス、いいよ。音だけすごい、本当に。
音だけさ、これクミン、これほら匂いすごい。あーカレーっぽい。そう、パラ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 って。これやりたかったんだよな、いつかやろうと思ってたら青木野さん今日やろうっていう。やろうよ、俺唐揚げ食いたかったんだよ。俺やりたくても唐揚げ作れねえからで、やできねえし、料理でやんねえから。クーペンもん。こんな感じで下味はね、あと40分寝かせます。はい、私の出番は。もうあと永遠にチップ作るだけ。ちょうどニンニクに触ってないんだけど。でももうそれ終わったらもうあと揚げるだけだから。へ、早い。だから焼けのり取る、あの唐揚げって簡単なんだ。桜ひらひら。ということで40分経ったんで揚げます。これ今すごい火を熱して油を入れている鍋です。あのね、鍋がでかい分ね時間かかったよね。そう、油にね火が温まるまで時間がかかっちゃって。片栗粉と小麦粉ぜまぜま。俺が作ったんです、ニンニク。これ全部切りました。1個だけ入れてみていい？ジュワーってなるか。ニンニクチップできんじゃない？あ、ジュワジュワってなってる。1個入れてみ。1個入れてみるよ。せーの、おお。一瞬だけジュって。鍋でかいからこの辺が火が当たってない、ね、当たってないね。どんどん入れるよ。はい、入れちゃいます。うぃあ、ジュワジュワだった、ジュワだった。絶対うまいわこれ。外でやる唐揚げ。うわ、俺初めてかも外でやるから、おお、グツグツいってる。で、俺のニンニクに登場するんでしょうか。ニンニクまだです、最終焼きです。いいいい、だいたいね10分やればもう十分火通る。片栗粉多いとカラッと揚がるので、片栗粉多いと時間が経つとベチョッとしちゃうので、もうすぐ食べればカラッとして美味しい。この音良くない？バイ。6時です。暗くなってきた。時間かけて作ってる甲斐がありますわ。これもういいんじゃない？一回揚げるよ。うまそう。せー、はい。うわー、これやりたかったんだこいつ。家じゃできないこのサイズ。せーの、はい、オッケー。いけ、うまそう、できたて。じゃあこれ先にもう次これブラックペッパー入れたの。ブラックペッパーは別に入ってんの。はい、次の小麦。冷める前に食べれた方がいいよ。デカ鍋でやる唐揚げなんて人生初。いただきます。うめっ。うめっ。火通ってるよねこれ。通ってる。うめっ。こうなったら飲むしかねえか。唐揚げを出来たてにかける。そして私たちは田舎に住んでいる、はい、俺がやりたかったやつやります。今までのやつやりたかった。じゃーん、ハイボール、ノンアル。我々は車の運転があるのでノンアルです。ノンアル、ノンアル、ね、うめぇ。唐揚げとハイボール最高ですよ。何が最高って。パンデロに短パンね。いや、それあんただけよ。こういう時期ありがとう。うわ、ね、うめぇ。さっきよりカラッと上がってる感じするわ。うまぁ、まずいよ。ハイボールまずいよ。あー、寿司太郎にもあげよう。いや、食べてくださいよ。寿司太郎の感想をさ、知りたいでしょ、青キングも。いや、聞きたいよ。うまい。寿司太郎、大体何言ってたらうまいんだ。あげていい？あげて、あげて。あげたやろ。うわ、君もあげたかったやろ。一個前のやつと、色が違う。ほら。そして次のやつをまたぶっ込みます。いいよ、タンドリーです。で、私のニンニクはいつ来るでしょうか。最後、最後、今日主役だから焦らないで。ニンニクやってる間に全て終わったんですよ。下ごしらえ最後だから。これいくよ。おお、ケンタッキー。おえ、待って、やりたい人でした。うわ、もしかしてあの CM のやつ。お願いします。 CM のやつ。おお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 。塩麹もちろん美味しいけど、さらにブラックペッパーで味が引き締まってる感じがすごいする。おかわり作ってこよう。俺が好きな混ぜる作業の混ぜ屋さん。混ぜっこ。はい、おかわり、炒め。本当美味しいですよ。うまいですか。うまい。優しい。優しい。これはうまい。なんか油が整ってきたのか、回数を重ねるにつれて綺麗に上がってる。このままあと多分1分ぐらいでいいでしょう。じゃあこれを揚げます。ケンタッキーフライドチキンを揚げます。フライドチキンだ、すげえ。ほら、うわすごい。はい、お待ちかね。ニンニク、ニンニク、これにこうやってくっつける。うわ、そしたらどうしますか。で、これギューって。おお、いい感じ、いい感じ。これを取れないようにこうスッと。なるほど、落ち着いてるですね。そうそう、これでもうニンニク爆発。手羽先落ち着いてるですね。最後いきますよ、3つ目。おいしょ、オッケー。フライドチキン食べよう。手でいくっしょ。いただきます。うわ、これビール合うわ。ターメリック、ターメリック、うめ。これが唐揚げマシン。あ、わっちょいわっちょい。ほのかにカレーっぽいっていうか、うん、香辛料の味がする。
でも辛いわけないよ。俺も全然食べるから。今度さ、3日間漬け込んだ唐揚げあんだよ。もったいない。唐揚げ以外もさ、漬けたら何が一番うまくなるの？はい、じゃあ、殻のハイボール。これ、放置してた方がいいね。そうそうそう、ダメね。我慢して。我慢する。ライトをね、焚きました。めっちゃ、いい感じ。うわガーリックめっちゃついてる。ほら、で、このガーリックすくい上げるよ。あ、ガーリックいい。うわチップチップ。いただきます。おい、どんどん上げちゃうよって。いただきますね。え、自分で足すパターン。まあ、鶏もも全部いっちゃった。食べる。これ、ガーリック。ニンニク、うわ、うん、こえ、ニンニクしか勝たん。おっと、この料理これすげえ。ほら、あっつ。あちうまい。うまい。幸せなことないよ、ハイボール。うまい。じゃあみんなやんないから、俺が代わりにやるよ。なに、グリーン。これやんねえよ。クッキング。第2弾、これ一番最初に揚げた2段目。味チェーンでマヨネーズかけて。出た。これはやったらやばいよ。もう戻ってこれないよ。めっちゃうまい。うん、やっぱオーソドックスうまいし。オーソドックスだからこそマヨネーズしまうかも。うわっ、なんだなんだろう。揚げたて唐揚げマヨネーズ、うん、揚げたてマヨネーズ。これ悪い。まだまだ拭いたりね。混ぜ混ぜ。これ、あれよ、塩麹よ。俺、やっぱ4種類食べたけど、一番塩麹がうまかった、俺は。もしかして、なんだかでも一発目お嘘くすけ。うん、そしたらは塩麹。優しい。優しい。優しいの好きなんだな。まーちゃんが唐揚げよく揚げてくれてたな。大量にさ、作ってさ、余っちゃうかもしれないからさ、いいっすか、帰って嫁と子供にあげても。いねえだろ。なあ、お前のこと待ってない、イーグルしかいねえんだよ。俺のこと待ってるのは海外のディズニーチャンネル。家に一人で見てるんだ。俺いつもね、 BGM 代わりでいつも流してるんだよ。俺自然とね、英語わかるようになっちゃう。あ、聞き取れるってことね。そう、この前もパイナップルっていうのが分かった。ねえ、やめな。あ、もうできてきてるじゃない。これ油がいい感じになってんだな。ね、開けましょうか。これそうだもん。きた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 、塩麹。英語わかるようになってくるって。パイナップルっていうのだけやめて。パイナップルでさえも分からなかったね。あと、オーマイゴッド。よく言うよな。オーマイゴッドの最上級なんだ。オーマイゴッドっていうのは、うわ信じられないみたいな。はいはいはい。オーマイグッドネスは最高みたいな多分感じだと思うんだよ。グレートみたいな。オーマイゴッドっていう、本当に。ということで今回は唐揚げ2キロ爆食いしながらハイボールぶちかます企画でしたけども、はい、食ってないんだけどね。まあこれはね、明日も食えばなくなります。食い切るっていうやつじゃないんで。見てご覧の通り真っ暗なんだよ。予想以上に時間かかりました、はい、今回は本当にね、秘密基地さんをね完全にパクらせてもらいました。パクるっていうか参考にさせていただいて、こんだけうまい唐揚げが食べたならば、こっちは譲りじゃないけど言うことない。企画をパクるとかじゃなくて、本当あれをやりたい。そうそうそう、あれをやりたかった。本当にパクるっていうさ、文字が良くないんだろうね。いや、そう、基本的に本当にコメントでパクるとかって書くのをみんなやめた方がいい。やりたい企画でもやったらパクるって言われるんだろうなって思ってやめちゃうよね。まあ、俺ら的にはパクってもいいって書かれてもいいと思ってるんだけど、やりたいからやってるんで、みんなもだから YouTuber の真似とかしてるわけでしょ。あ、そう、普通にね、遊びでやってたりするわけだから。変な話ね、息吸ってるわけじゃないですか、呼吸してるでしょ、はい、呼吸も先祖様のパクリですから。変な話、先祖様のね、全ての生き物呼吸してますから、ね、そういったらキリがないので、はい、俺らはやりたいことをやるし、秘密基地さんとコラボしたいし、したいよね、あのお家行ってみたい。ピザ窯とかあんだよ。俺ね、実はね、ピザ窯高校生の時作ったことあるの。経験者？森林科学科っていうからだったんだけど、クラスでね、ピザ窯作ったりとかやったことあるんだよ、うん、それはぜひいつかね、ピザ窯作って、はい、というわけでした。はい、それでは皆さん、はい、もうすぐ夏です。外で唐揚げやってみるのもいかがではないんでしょうか。めっちゃいいっすよ。それでは、はい、最後にあの言葉で締めたいと思います、はい、僕たち田舎に住んでいる。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。唐揚げ食うぞ。寿司太郎さんはやるんですか、料理。やりますよ、最近やってないですけど。